嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い、邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍び寄る。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。ここはどこ？ミストウォッチ。はあ、ここがミストウォッチですか。砦があったね。千年後は。いるぞ。司祭、なぜ父はまだ寝ているんだ？治癒の魔法で持ちこたえているが。デイドラの毒は強力だ。打ち勝てるかどうかは分からない。もし父が亡くなったら、テルニオンの文句は苦しむことになるだろう。治癒士を分かるな。さあ、王を救うんだ。本当に懐の狭いやつだな。ジョルン王の息子は心配している。彼を責められない。我々の治癒の魔法は強いが、デイドラに汚された毒に対抗できるほど強くない。王は自分の力では目を覚ますことはない。助けるために夢歩きを連れてきた。私の文句たちもそう言っていた。通常デイドラの魔法を使うことはしない。私たちはジョルン王の命をつなぐことができるが、回復させることはできない。君の夢歩きには最善の見込みがある。彼が前に経験していることを祈る。で、手伝えることはあるか？必要としているものを連れてきてくれた。次は夢歩きが夢中の歩みに入らなければならない。そこからは一人になる。私の魔法で支援できない。山中の古き神々のトーテムで祈りを。夢歩きの進捗を見せてくれるかもしれない。そうしたら私たちは見守る。わかった。来い夢歩きよ。ジョルン王の用意ができた。お前の腕の見せ所だぞ。心配はいらない。今まで何度も何度もやってきたことだ。王の夢には入ったことはないけどな。デイドラの魔法と戦ったことも、でも大丈夫、うまくいくさ。多分王をしっかりと抑えておいてくれ。のた打ち回り始めたら岩で叩くんだ。嘘冗談だ。こんな時に冗談言うんじゃない。よし。で、どうすればいいんだ？夢歩きが仕事を始めたぞ。彼の働きぶりが見たければ、我々のトーテムに祈ってくれ。もし山中の古き神々が君の声を聞いたら、夢中の歩みの像が見えるはずだ。なるほど。
これは熊のトーテム。とても悲しい。王の兵士たちだ。彼らは戦場で倒れたが、夢の中で蘇って怒りに満ちている。しかも彼らは強い。自分に対抗する強さがあればな。控えめに言ってもこれは手ごわいぞ。狼の御殿。何なんだこれは。戦士たちが消えた。女性だ。手招きをしているぞ。奇妙だ。お姉さんだね。そして美しい。だがここは何かが間違っている。さらなる警戒が必要だな。真実が分かる方法があればいいが。狐のトーテム。とても寒い。急がないと。炎を見つけるんだ。暖かければ生き続けられる。壁が崩れるぞ。明かりのそばにいろ。忘れるなよ。明かりの近くから離れたらダメだ。なるほど。うわあ。どうした。司祭、この妖術は何だ。父に何が起こっている。夢だ。王の体から抜け出そうとしている。どうして、どうしてこんなことが。どうすればいいの。山中の古き神々がこの者を見守り、素早くかつ苦しまずにここから旅立たせてくれるだろう。何が起きている。何かが夢歩きの魔法と私たちの魔法を誘発した。ジョルン王を苦しめている者がこの世界に流れ込んできてもいる。毒が体に回るにつれて王がより強く反撃する。私たちのところに力を送ってきている。どういう意味だ。それは王の最後が自身にかかっていることを意味する。王の霊魂は強力な戦士だ。それが東映に影響したと信じている。死に屈することはないだろう。残念なことにここからは助けることができない。諦められない。魔法の暴発で夢歩きは負傷した。彼は私たちの最後の望みだった。王は一人では成し遂げられない。夢に送り込めるか。やってくれるのか。よく知りもしない男のために。このせいで命を落とすかもしれないのに。そう言うなら分かった。夢歩きの残った魔法を使って夢中の歩みへ送り込んでやる。そこからは手助けしてやれない。送ってくれるだけでいい。ジョルン王の夢の中で何が待っているかは想像もつかない。彼の夢は悪夢と化した。心地よかった眠りが今では苦しみの闇の中だ。彼がこの試練を克服できるように力になってくれ。よし。山中の古き神々に祈りを捧げるんだ。神々の祝福を求め、神々の姿を召集して助けてもらう。助けてくれるとしてもそれぞれ方法は異なる。夢歩きが言ってたことを忘れるな。そしてどんな方法でも受け入れるように。どれを選べばいいか、どうしたら分かる。ジョルン王の夢に入る前にそれぞれの神について説明してあげよう。この先それ以外は何もしてやれない。夢の中に入ったら一人っきりだ。彼の生命力をできるだけ長く安定させるよう努力はしてみる。分かった。毒はジョルン王の記憶を呼び戻して彼にとっての最大の恐怖を増幅する。それはすなわち姉の死、彼に仕える兵士たち、そしてフィルジョアだ。彼の夢は本当の記憶を隠すガーディアンを生み出した。彼に真実を見せてやってくれ、信じる神々の姿について教えてくれ。魔法を使えば山中の古き神々の姿、キツネ、クマ、オオカミを呼び起こすことができる。情妙に過ぎない者たちができる以上のことをするのに力を貸してくれる霊魂の姿だ。なるほど。キツネについて教えてくれ。キツネはずる賢くて素早い。行動速度を高めてくれる。通常と比較してより速く俊敏になる。速さを求めるのならこの姿を召喚するといい。なるほど。
狼について教えてくれ。狼はずる賢くて油断しない。どれもずる賢い。獰猛で痛烈、最適な攻撃の機会をうかがう。力を借りれば敵の隠れた弱点を見られるようになる。なるほど。敵の鎧に弱点を探すのなら狼を召喚するように。うん。熊については？熊は強くて強大な守護者だ。力を高め攻撃から守ってくれる。なるほど。圧倒的劣勢時に防御を求めるのなら熊を味方にすべきだ。なるほどね。王を救うためにはどうすればいいんだ？自分が兵士たちを見捨てたという思い、兵士たちが無駄死にしたという思いがジョルン王の心に重くのしかかっている。王を愛していたから命を捧げたという真実を知らなくてはならない。兵士たちは王を信じていた。幸運を。よし、狼に挑むか。ミストウォッチのクレバス。スカイリムの氷の洞窟は初夏でも解けない。洞窟を置いてつかせている寒さはニルン自体の深みから湧き出ているというものもいる。なるほど。ジョルン、自らの兵を見てろ。これが我々に起こったことだ。平民のように墓地に幽閉された。誰も我々の死を気にかけない。特にあなただ。あなたにとって我々は単なる駒でしかなかったからな。それは違う。一人一人に敬意を払い気を配っていたのだ。お前たちが死ぬたびに仲間を失った。だが全員が信じている者のために戦った。自由のために戦ったのだ。痛い。よいしょ。強いな。むさぼる。あれ、なくなっちゃった。タイマーターザル。ドリームイーター、お前だな。いやー、じゃあ。はい。強い。戻ったけど今のでよかったの？なるほどね。戻っちゃった。次はクマか。ん？あ、違うのか。司祭と話す。ジョルン王は苦しみながら揺れ動き、そして平静状態に戻る。この波は君が彼の夢の中に入った後も繰り返される。なるほど。彼の命は徐々に弱まっている。何を見つけた？何かがおかしいとジョルンは気づいている。逃れようとしているが方法はわからない。毒が王の体を蝕んでいる。それが王の恐怖をまた想像させて
悪夢の支配が広がる。夢が続く限り王は出口を探すことをやめない。君はより深いところまで追う必要がある。どうやって王を追うんだ？トーテムに祈り続けるのだ。君はすでに霊魂の断片を解放した、今回は素早く行うんだ。王が危険を察知すれば夢が背後で崩壊して悪夢の力が強まる。なるほど。あ、これはどれに祈ってもいいんだね。次はどっちなんだ？この試練には迅速さが必要だ。ジョルン王の夢は彼の周囲で崩れ落ちる、素早く行動してくれ。夢が終わる前に彼を見つけなければ君の存在も失われるだろう。分かった。じゃあキツネとどれでもいいのか。そっか、また狼にしようか。同じだね。で、ここはどこだ？ジョルンの割れた魂。どうしてずっとついてくる？ついてきたアルゴニアンは試練に耐えられなかった。お前も同じだ。手遅れになる前に出て行け。自分のために多くの者が死んでしまった。これは自分で片付けねばならん。あなたは毒を盛られた。アルゴニアンが治療している。治療？心を通して？そうだ。デイドラの魔法で治療を。体を害したのはまさにその魔法だ。治療の必要はない。無敵と自負する軍と戦い勝利をつかんできた。フィルジャーの毒にやられたりはせん。手伝わせてほしい。ここがどこか分かっているのか？この洞窟は狩りをしていた時姉と共に穴へと落ちた。凍え死ぬ寸前だった。なんとか生きて脱出したがな。待て。それはなんだ？姉がいなければ生きて脱出できなかった。疲労と寒さから気を失った。ナルンヒルデが安全なところまで運んでいってくれた。腐ったり洞窟の脱出方法が分からない。どういう意味だ？出口を見なかったということだ。どうやって夢の中で見つけられる？炎を覚えている。それが鍵に違いない。私が生き残れなかった場合、お前がアルマレクシアと他のパクトの指導者たちに伝言を届けるのだ。パクトが落ちるようなことがあってはならん。なるほど。焚き火を。なんだ、ウルがもう一匹いるぞ。焚き火を追いかけていけばいいんだよね、確かね。寒い。なるほど、そういうことか、ここへ JM の前に。そういうことか。ここはキツネだったな。おや、何やら面白い狩りの旅になったな。この辺りのことは熟知しているんだよな。はいはい、そうやって私をからかって。ここにあなたを置いていこうかしら。寒さで足をなくして片足に王子と呼ばれるかもね。からかうのはこれが最後。いいわね。であれば氷の悪魔と山の頂上で対決したバラッドを書こうか。私の足を捕らえている悪魔に刃を突き刺すんだ。全ての女性が英雄と思ってくれるだろう。足を切り落とすべきかもな。あなたならやりそうね。転んで鼻を骨折したことを叙事詩にするなんてあなたぐらいよ。この間のノルドの娘はあのトロールの物語を信じたの？
なるほどね。お姉さんとのその記憶が改造されるの。次のところに急ぐ。あんまりだからこういう敵を相手にしている場合じゃないんだ。ほっといて焚き火のところにいた方がいい。この洞窟の出口はどこなんだ。寒さが骨にまで染みる。足の感覚もなくなってきた。この感じが嫌なんだ。泣き言が多いわね。大丈夫、出口は見つかる、心配しないで。ああ、忘れていた。偉大なるナルンヒルデがいるんだったな。もう黙りなさい。フィルジュアが洞窟の出口とか閉鎖された場所から出る方法を教えてくれたの。風を見つけるのよ。どこから吹いているかが分かれば出口が分かるでしょう。とっても簡単。なるほど。寒い。いいすごい寒い。ああ、足が鈍くなってきた。よし。ジョルン、しっかりして前へ進むわよ。あともう少しなんだから大丈夫。お願いよジョルン、もう少しかかるけど頑張って。あなたが必要なの。あなたがそばにいなくちゃ女王になれないわ。とにかく一緒にいてよ。起きて。スタミナがない。よし。あなたの姉はあなたを深く愛して、なぜ夢と戦う。諦めたらどうだ。また一緒にいられるんだぞ。何を言っても無駄だ。そんなに簡単には屈しない。姉のために生き続ける。はい、オッケーだな。よーし、なるほどな。分かってきたぞ。次は、次はフィルジョアと相手をするからクマがいいな。ジョルン王の呼吸が遅い。君の行動によるものか、それとも死が近づいているのか。何か新しいことは分かったか。王自らの意志の中にいると知っているが諦めない。高慢で頑固な男だ。ジョルン王は今最も弱い部分にいる。生死の境に。夢中の歩みに入れるのはあと1回のみ。悪夢を打ち破って王を解放する1回のチャンス。失敗すれば2人とも死ぬ。失敗しない。夢が王を騙そうとしている。用心しなければならない。影を調べて観察するのだ。目に見えるものは嘘だと王を説得できなければ彼は死ぬことになる。
そして王が死ねば夢も終わり、君もそうなる。次はクマだな。あ、いたぞ、嵐の目の。お前は実在するのか、それとも夢の一部か。いた、体中が痛い。体が壊れてしまったような気分だ。悪い意味でな。どうしてついてきた。この経験は自分の最悪の敵にだって進めないぞ。うん、生きてきた。何が起きた。もちろん生きてるさ。死んでいたら夢中の歩みへ入る魔法が消えていただろう。考えると身の毛がよだつな。他人の夢で死ぬなんて。お前が王を探す間にそいつを考えておこう。ジョルンはどこにいる。可愛らしい若い女を追っていった。どこかで見た気がするが思い出せない。彼女は階段を駆け上がり、王はすぐ後ろで追っていた。しかし奇妙なことが起きた。ベーコンたちが現れたんだ。とても危険な奴らが。分かった、王を手出しする。気をつけろ。その霊魂たちは夢の中にいる他の奴らより凶暴で強力だ。王の最も強い記憶から生まれている。失敗すれば恐ろしい死が待つ。おそらく非常に痛い。そうなることは避けてくれ。分かった。これジョルンが兄弟を倒したなんて信じられるか。フェルジョアは酔っ払ってたのさ。奴のために命を懸けると考えているならジョルンは想像以上の間抜け野郎だな。守るどころか背中を突き刺してやる。これは全部彼の記憶から来るもん。そう思われてんだと思う。そう思われてるんだと思ってる。ジョルン自体。自分はジョルンのために死んだのか。奴は生涯で一度も剣を掲げたことがないはずだ。だがその姉ナルンヒルデを見ろ。彼女は真の戦士。フィルジョアも戦えるはずだ。彼こそ自分が命を賭して戦う者。ところがそうならなかった。我々の王は銀遊詩人。1年も持たないだろう。もうおさらばした方がいい。ダークエルフと同盟を結ぶだって。ジョルンは裏切り者だ。間抜けな傀儡の王さ。いや、この夢から覚めてやる。私の民を危険にさらす弟を見つけてやる。奴らは全て私の刃の前に倒れるだろう。誓ってな。味方を見くびってるな、恥ずべき生物め。姉が玉座に着いた日を思い出す。弟と私で女王になったことをよくからかったものだ。姉は私の民に信頼され愛され、偉大なナルンヒルデ女王と呼ばれていた。ノルドの指導者だった。そして赤ビリに攻撃された。民は女王を失い、私は姉を失った。彼女が死んだ日、王国中が涙に暮れた。ここで女を追っていたとアルゴニアが言っていたぞ。幻覚だった。お前が殺した生物によって召喚されたのだ。ナルンヒルデは死んでいる。美しい魂はもうないのだ。民を導く者は私しか残されていない。民を裏切ることはできん。君はどうだ。違和感があるな。奇妙だ。体の一部が欠けてるような。
衛兵はいない、城壁もない。自分の心の境界線だけ。偽りと幻想、おそらくそれがお前の全てなのだろう。私は本物。あなたを救出するためにアルゴニアンとやってきた。お前の顔はどこかで、だが思い出せない。いずれにせよ感謝する。お前とアルゴニアン共に。ここからあなたをじゃ脱出される。分かっている。やるべきことは非常に多い。そして我が弟フィルジャーの計画を達成させてはならない。姉の遺体と王冠を持っている間はな。弟の謀反からは何も良いことは起きないだろう。そんなバカな。これは夢に違いない。愛する弟よ、とても久しぶりね。この知らせが恐ろしいものでなかったらいいのだけど。ナルンヒルで一体どうしたんだ。フィルジョアが私の遺体と王冠を盗んだ理由は分かります。私の霊魂を自分の霊魂と融合させるつもりなのです。そうすることで正当な王になれると信じているの。友よ、二人だけで話ができるように外してくれ。目覚めた世界で会おう。なるほど。じゃあ後で。目覚めているね。よし、我々はまだ生きている。こんな結果になるなんて想像もしていなかった。今は少し休みたい。テルニオンの文句と三柱の古き神々を学ぶために素晴らしいことだ。それから正直言うと、しばらくは夢の中に行きたくないんだ。だろうな。夢中の歩みから抜け出すのは並大抵のことではないが、山中の古き神々がきっと味方してくれるはずだ。うん、もう終わった。やったな、父を救ってくれた。疑ってすまなかった。我々の信頼以上のものを与えよう。うん。世話になったな。礼のしようがない。盛大な共演を開いて近衛兵の一人になってもらうのもいいが、対処すべき危機が残っている。フィルジョアが姉の魂を汚そうとしている。断じて許してはおけん。なぜフィルジョアはこんなことを。フレイリスの王冠、民の象徴で真の継承者のみが被ることができる。不相応な頭に合うことはない。姉の霊魂を自分のものと合わせることによって王冠にふさわしいものになれるとフィルジョアは信じている。それでうまくいく。王冠が合えばフィルジョアが真の王だと宣言される。私でさえ王冠をかぶる者には逆らえ。フィルジョアを止めなければナルンヒルでの霊魂を冒涜することは許されぬ。それでどうなる。フィルジャーとストームフィスト旅団はスクルダフンのドラゴンの祠に向かった。王子と私は山の麓にあるキャンプに行って対策を考えなくてはならない。もう行かなくては。人々は王を必要としている。うん。やあ、トモよ。ポータルを開けてやろう。だがこれだけのことがあった後だ。私にはあなたとその息子を転送する力しか残っていない。それで構わん。私の友は十分すぎるほどよくやってくれた。エルンスカ、行くぞ。お前さえよければキャンプへ歓迎する。何はともあれ、いろいろと助けてくれたことに感謝している。よし、というわけで今日はここまでにいたしましょう。多分ね、嵐の目の者に話しかければ次のクエストが進むでしょう。というわけでね、ちょっといいところで、ね、見えないか。うん、というわけで今日はここまでにいたしましょう。長時間のご視聴ありがとうございましたね。次回、まあ、この後多分撮ると思うんですけども、うん、
よろしければね、続きの方のご視聴の方もお願いいたします。というわけでお疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様です。Shackles can hold us, whether moonstone